皆様お祈りください。イエス様のご命令であると福祉も施しなさいとおっしゃったので、それを施すとき、それをまた従って喜んで受ける人が大切なとき、神様を豊かに祝福くださいます。宣伝いたします。五木エリさん、私はあなたに父なる神様と子なるイエス様と聖霊なる神様の御名によってバプテスマを施します。アーメン。アーメン。天の父なる神様、遠い和歌山におられたエリさんを今日この横浜の家まで導いてくださって、あなたの祝福された洗礼の恵みに預かられたことをありがとうございます。アーメン。あなたはエリさんをこの世から、悪しき生活から、生き方から、すべてから許し、癒し、解放してくださって、救い出してくださったことをありがとうございます。そしてこれからの生涯、神様の作品ですから、神様の御心に沿ったお仕事をしながら、神様の栄光を表し、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと約束に立って、お姉さんも救われ、お父さんも救われ、家族が救われ、祝福の元となることを感謝します。神様を祝福してください。そしてクリスチャン人口の少ないこの日本の中にあって、エリさんを尊くお持ちください。そして主の栄光が豊かに表される生涯を生きることができますように信じます。アーメン。救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。